はいどうもこんにちは、真っ昼間の一言始まりました。こちらの番組はサニークラッカーのメロが担当しております。よろしくお願いいたします。ということでですね、本日6月の8日、そう6月ですよ。6月って何があんのって話ですよね。せーの、ミドルの誕生日ということでですね、6月はですね、僕にちなんだ楽曲をちょっと流していこうかななんて思っております。私にちなんだ楽曲さ何って話ですよね。前はですね、あの雨男なので雨の曲を流したりとかね、いろいろやったのですが、今年はですね、まあ、2、3週にわたってですね、グリーン、緑ですねの曲を流していこうかなと思います。まあ、緑を想像できるものというよりも、曲の中にグリーンとか緑という言葉が入っている曲のみをまずは流していこうかなと思います。まずはね流していこうかなと思いますので、ぜひともね楽しんで聴いていただけたらなと思います。ということで、このね緑企画はですね、先週から始まったのですが、今週もですね、とんでもなくポップな曲を準備しております。今週はですね、4曲流すのですが、アーティストは3組です、ね。まあ、すなわち1つのアーティストさんが2曲グリーンに対するグリーンのね曲はあるということで、まあ、そのね2つもねせっかくなので流してしまおうかなと思います。ということで、まずは1曲流していこうかなと思うのですが、このね、まあ、ビルマの独り言の中でもですね、よく出てくるアーティストさん、そうポリシックスさんですね。ポリシックスというねバンドさんがいるのですが、僕そのねポリシックスさんが大好きなんですよね。で、前にですね、シンセサイザーでカヨさんっていう方がいまして、この方の個性がすごいんですよね。本当にロボットみたいに楽器を弾いたりとかするんですよ。あとはね、あのピコピコハンマー持ってねパフォーマンスしたりとかする方なのですが、あとはポンポンっていうんですか、あのチアリーダーの人がねやってるような、ああいうものを持ってねパフォーマンスをしたりする方なのですが、そのカヨさんがですね、なんとソロデビューしていたんですね。で、そのソロデビューしていた三つ編みヒロインっていうアルバムがありまして、そのアルバムの中になんと緑ポップでという曲があるんですよ。もうこの曲は何だと思いますよね。緑ポップで、ね、という、ね、曲があるんですよ。で、この緑ポップでっていう曲はですね、聴いていただくとですね、親と思う方もいるかもしれませんが、すごいデジタルなんですよね。で、途中でですね、男性の声が入ってくるんですよ。で、僕はもうその時親と思ったんですよね。そうなんです。この曲ってポリシックスのボーカルである林さんがですね、作詞作曲をしてるんですって。で、途中で林さんの声も入ってくるみたいなね、感じなんですよ。でも、この曲はポリシックス名義ではなく、カヨ名義なんですよね。まあ、実際にポリシックスというバンドの中でね、林さんはね、作詞作曲をしていまして、カヨさんが歌うという曲もね、あるわけなのです。でも、ここは、ポリシックス名義とカヨ名義というのを、めちゃくちゃ使い分けているんだなというイメージを抱いたんですね。でね、なんかそのポップさというのはね、もちろんポリシックスさんにもあるのですが、なんかこういう飛び抜けポップさというか、アイドルっぽいようなポップさというかね、というのがですね、ここのねソロ作品の中に、埋まっているというふうに僕は感じ取ったんですよね。なんかね、僕この曲聴いた時に、あ、この曲をね緑の日のイベントに歌えばよかったなぁなんて思うぐらい、とんでもなく名曲なんですよ。なのでぜひともですね、皆様、ポリシックスの元メンバーカヨさん、まあ、今も脱退しちゃっているのですが、カヨさんがソロデビューした三つ編みヒロインというアルバムがあるのですが、そのアルバムの中に収録されている緑ポップ、ぜひとも聴いていただきたいなと思います。このね番組のオープニングナンバーとしてですね、とってもぴったりだなって思ったので、今日は1曲目にガツリとテンションぶち上げでやっていこうかなと思います。それでは聴いていただきましょう。本日の1曲目はカヨさんで緑ポップで。はい、ただいま聴いていただきましたのはカヨさんで緑ポップででした。とんでもなくポップですね。ほんと POP ポップな感じがしますね。この曲を初めて聴いた時にめちゃくちゃ、ね、心が弾んだ記憶がありますね。まさにポップですね。改めてこの曲流せてよかったななんて思っております。ということで、本日の1曲目はカヨさんで緑ポップででした。はい、ということでですね、
実はですね、僕ね、このね、緑というものに対してですね、大好きとかね、言い出したのはですね、まあそのね、サニークラッカーっていうね、バンドが始まった時に言い出したんですね。今 BGM で流れているのがサニークラッカー、すなわち僕のね、やっているバンドのね、音源が今後ろで流れているのですが、まあ、そのバンドを始めたことがきっかけで緑を押すことになったんですよね。で、何かっていうとですね、私のバンド実はね、それぞれに色担当があるんですよね。うん、で、一番最初のね、メンバーは緑、オレンジ、ピンク、ブルーだったんですよね。まあ、そのようにね、色分けがされているみたいな、そういうイメージを持っていただけたらと思います。で、それでね、なんだかんだ僕ずっと緑がね、好きだなぁなんて思いながら、今もね、なお緑を好きで、緑のシャツを着ながらライブをしてるんですよね。でこれはね、もちろんね、バンドの時もそうなのですが、ソロの時もね、緑のね、服を着ながらやったりとか、タオルはね、必ず緑のものを使うとかね、まあそういう風にしながらやっているんですね。そんな中、5月4日にですね、緑の日というものがありまして、緑が好きなアーティストが集まってイベントしようじゃないかという日がね、去年からスタートしたわけなのですが、まあ、その時もね、私はレギュラーみたいな形でちょっと参加させていただいているのですが、なんかね、緑が好きな人ってちょっと個性的な人が多いのかなと感じていますね。なんか、うん、一番最初は2022年の秋冬ぐらいに栃木県でね、開催されたんですよね。緑に新略というね、イベントがありまして、でその時のメンバーからもちょっと濃かったんですよね、第1回から。しかもね、その栃木県のね、あの会場の名前がカフェインクブルーというね、まさかのブルーだったっていう話なんですけども、で第2回が去年ですね、2023年の5月4日に東所沢にありますカフェグリーンオールというね、ところがありまして、そこで開催されまして、ね、その日もね、濃かったんですよね。で今年もですね、東所沢のね、カフェグリーンオールで開催されて、また濃かったんですよね。それで私ですね、緑が好きな人のね、性格の特徴ってなんかあんのかなとか思って調べてみたらですね、なんと緑が好きな人は情緒不安定なんですってね。なので、なその緑ってのはね、癒しを与える色だからこそそういう人が集まるみたいなことをね、聞いたことがあるんですけども、まあ実際どうなのかわからないので、またいろいろとね、調べていこうかななんて思っております。まあどうやって調べるのって話ですけどね。なのでですね、まあこういう風にね、緑つながりでね、いろんなアーティストさんともつながっているっていうのは、それはそれでね、奇跡だしね、素晴らしいことなんだなと思います。また緑についてね、いろいろお話ししようかなと思いますが、まずはちょっとね、曲を流していこうかなと思います。次の曲をね、流していこうかなと思います。次の曲のアーティストさんは B' さんを流していこうかなと思います。でこの B' さんがですね、すなわちグリーンに、まつわる曲が2曲あるんですね。何かっていうとですね、ポというアルバムがあるんですよ。ひらがなのポ、一文字でね、アルバムのタイトルがあるんですね。ポというね、アルバムがあって、でなんと11曲入って、29分42秒しかないっていうね、ポン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 曲が終わってしまうっていうね、本当に1枚 CD を聴いても全く飽きない作品があるんですね。でこの中に6曲目に入っている曲がグリーンミックスっていう曲なんです。グリーンミックスっていう曲が6曲目に入っている、うん、で8曲目にグリーンマックスって曲が入ってるんですよね。グリーンミックス、グリーンマックスで、この曲の英語表記なのですが、本当にね、グリーンミックスの MIX ですよね。でグリーンマックスの MAX、 本当に I と A が違うだけなんですよね。これで2曲あるんですよ、グリーンミックスとグリーンマックスで1曲ずつね。なので今日はですね、グリーンミックスとグリーンマックスを2曲続けて聴いていただこうかなと思います。おそらくですね、この真っ昼間の独り言でメドレー以外で何曲も続けて流すっていうのは多分初めての試みなんですよ。ということは、今リアルタイムで聴いている方はですね、歴史の始まりを聴くことができるんですね。よかった。うん、よかった。何がよかったのかわかりませんがね。ということで、2曲連続流していこうかなと思います。で、またですね、この B' さんはですね、面白くてですね、歌詞がまず面白いんですよ。何が面白いかっていうと、めちゃくちゃ語アドリブというものを歌っているんですね。いわゆる歌詞が決まってないということらしいんですよ。
で、その1枚前に出た丸というアルバムがあるのですが、この丸っていうアルバムも歌詞がね、めちゃくちゃこうアドリブというねものだったんです。で、歌詞カードって一応ついてはいるんですが、歌詞カードというよりも絵とか写真が載ってるようなカードだったんです。歌詞カード、まあ、冊子ですよね、だったんですね。で、僕はそれでもね、音楽として聴いて楽しかったのですが、一つ困ったことがあったんですね。何かというとですね、カラオケに入らなかった気がするんです、大体の曲は。うん、ただこのポーというアルバムから、そのめちゃくちゃこうアドリブという風になってはいるもののそのなんていうの、当て字というかそういうものの歌詞がつくようになったんですね。なのでカラオケでも歌えるようになったんですよね。なのでね、このポというアルバムはですね、ウィーダッシュさんの歴史の中でも結構大事なアルバムの一つになってるんじゃないのかなと思います。実際にこのね、あの1曲目から11曲目までなかなかそのバラエティ豊かというか、コードというかね、その和音って言えばいいんですかね、が一つしかない曲もあったりするんですよね。なので B' さんという才能というものがギュッと詰まった作品になっているんです。なのでですね、ぜひとも今日ね、流すことをきっかけにですね、他の作品、他の曲も聴いていただけたら、私としてもめちゃくちゃ嬉しいななんて思っておりますので、まずは聴いていただこうかなと思います。ということで、まず最初はですね、ポというアルバムの6曲目に入っているグリーンミックスを聴いていただいて、その後に8曲目に入っているグリーンマックスという曲を聴いていただこうかなと思います。それでは聴いてください。次の曲は B' さんでグリーンミックスとグリーンマックス。はい、ただいま聴いていただきましたのは B' さんでグリーンミックス&グリーンマックスでしたね。ということで2つね、聴いていただきましたが、ミックス感とマックス感ね、感じていただけましたでしょうかね。僕ね、B' さん大好きなのでね、こうやって2曲続けて流すってちょっとウキウキしちゃいましたね。はい、ということでね、グリーンの曲、今日もうすでに3曲聴いていただいておりますが、もう1曲聴いていただこうかなと思います。で、次もとんでもなくね、ポップなバンドさんなのですが、ドミノ88さんをね、流していこうかなと思います。ドミノ88ね、ドミノっていうのはね、ローマ字で DOMINO って書いた後に88って書くんですね。これでドミノ88と読むんですね。で、こちらのね、バンドさんを流していくのですが、いろいろ思い出があるんですよね。これちょっと前にもお話ししたのですが、僕ね、その友達 CD 貸したんですよ。CD 貸して、で、ね、もうそろそろ返してみたいな話をしたら、あれ返してなかったっけみたいな話になったんですよね。で、うちにはですね、その CD がなかったので、もう確定でね、その彼に貸してるわけなんですが、返ってこなかったわけなんですね、とある CD が。そしたらですね、じゃあこれで許してって言われて CD もらったんです、1枚で。その CD が何かっていうと、ドミノ88さんの CD だったんですよ。 Please Please Baby っていうシングルだったんですけども、この Please Please Baby がとんでもなく名曲だったんですね。で、その Please Please Baby が名曲だったがゆえに、やはりですね、この Please Please Baby が入っているアルバムもやっぱり聴いてみたいみたいになるわけじゃないですか。そして僕は買ったわけです。そう、ドミノ88さんのカートゥーンカフェっていうアルバムがありまして、で、このね、作品を買ってですね、いろいろ聞いてみたらですね、出会ってしまったんです。そう、タイトルが、ブルーズ&グリーンっていう曲なんですよね。出会っちゃいましたね。ということでですね、今日はそのブルーズ&グリーンっていう曲を流していこうかなと思います。まあ、そんな中、今日のね、曲をちょっと振り返ってみると、1曲目のね、カイオさんの曲はエレクトロ。そして、2曲目3曲目の B' さんはロックですよね。そしてこれから流す3曲目のドミノ88さんのブルーズ&グリーンっていうのはスカパンクなんですよね。まあスカというかね、そういうねジャンルなんですけども、ということは今日の放送でいろんなジャンルが吸収されるというね、素敵な日ですね。なので、僕もねちょっとワクワクしていますね。ドミノ88さんはですね、管楽器も入ってるんですよね。なのでとても華やかなんですよね。なのでぜひとも、皆様のね、この土曜日の夜という時間帯なんですが、まだまだ土曜の夜は終わってないですよ、楽しくいけますよみたいな気持ちで聞いていただけたら嬉しいなと思います。それではがっつりと聞いていただきましょう。次の曲はドミノ88さんでブルーズ&グリーン。はい、ただいま聞いていただきましたのはドミノ88さんでブルーズ&グリーンでした。
もうね、もうこの管楽器が入っているバンドさんって最高にかっこいいと思いますし、なんかハッピーな感じが増えますよね。なんかポップ感というかね。なのでそういうね、表現とかいうのも含めて、やっぱりドミノ88さん好きだなぁなんて思います。ね。もう本当にね、出会ったきっかけはね、友達が CD なくしてくれたおかげで出会ったわけなんですが、ね。ですがね、こういう素敵なアーティスト、どういうね、経緯で知るっていうのもね、歴史の中で面白いなぁなんて思っております。友達を、CD をなくしてくれてありがとう。ということで、本日、緑、テーマグリーンとか緑についてね、第2週目ということで、4曲流させていただきました。ね、1曲目がカヨさんで緑ポップで、ね、そして2曲目が B' さんでグリーンミックス、3曲目が B' さんでグリーンマックス、そして4曲目がドミノ88さんでブルーズ&グリーンでした。こうやってね、緑の曲とかね、いろいろ調べてみるとたくさんあるんですよね。なので少しずつですが、皆様にね、いろんな曲を届けていけたらいいなぁなんて思います。ということでですね、本日の真っ昼間の独り言もそろそろ終わりを迎えております。ちょっとね、お知らせがありますので、お知らせをさせてください。6月15日ですね、埼玉県の宮代町にありますモジョモジャというところでライブをするのですが、その日はヒロとマーシーナイトということで、ヒロトさん、マーシーさん、要するにブルーハーツ、ハイローズ、クロマニアンズ、このね、3組のバンドの中から曲を、ね、選んで、みんなでカバーするというイベントがあるので、ぜひとも遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。また6月19ですね、水曜日はですね、カーゴディパーチャーさんにてね、私、イベント弾き語りをしますので、よろしくお願いいたします。そして6月30日ですね、こちらは東松山市にありますレトロポップ食堂というところでですね、ウルフル・ケイスケさんの前座をやらせていただくことになりました。なのでぜひとも遊びに来てほしいなと思います。ウルフル・ケイスケさんのね、あの笑顔でギターを弾く姿が生で見られるっていうだけでもそわそわしちゃうのですが、しかも共演までさせていただくというね、大変申し訳ない感じがするんですが、ぜひとも応援しに東松山レトロポップ食堂まで来ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、こちらの真っ昼間の独り言、アーカイブに過去のね、聞き逃し配信みたいなのもありまして、まあ、今日の放送は来週の土曜日の午後8時頃にね、 YouTube にアップされますので、そちらもね、楽しみに待っていただけたらなと思います。またですね、高評価、チャンネル登録、そしてコメントなどなどいただけたらですね、私とんでもなくテンションが上がりますので、皆様よろしくお願いいたします。ということでですね、この番組もそろそろ今日終わりになっていくのかななんて思います。皆様の中で初めて聞いた音楽だったり、初めて聞いた名前のアーティストさんとかね、あったら嬉しいななんて思います。で、そういうね、初めて聞いたよとかありましたら、ぜひともコメントで教えていただけたらなと思います。ということで、本日もマッピールマンの独り言終了します。こちらの番組の担当パーソナリティは、埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動しています、サニークラッカーというバンドのボーカリストミノルが担当しておりました。また来週も独り言に付き合ってくださいね。皆様が来週も聞いてくれることを願っております。それでは皆さん、また来週、バイバーイ、さようなら。はい、ということで、残り放送時間1分となったのは、消えていく独り言のコーナーでございます。どのタイミングで番組が終わるか、それもちょっとわからない、そわそわなエンターテインメントな時間だななんて思っていただけたらと思います。完全版は YouTube で確認できますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。ということでですね、この梅雨の時期の僕の悩みというものを聞いていただきたいのですが、やっぱこの梅雨の時期というのはですね、湿気が多いということもありまして、髪の毛がですね、ペターンってなっちゃうんですよね。それはどうにかしてならないものなのかと僕は思っているわけなんです。でもね、うまくいかないので、まあ、こういうことをするとね、髪の毛がペターンってなんないよとか、くねくねしないよとか、そういうね、裏技とかね、知ってる方がいましたら、ぜひとも教えていただけたら嬉しいなと思っております。梅雨乗り切らなければ。ということで、また来週、バイバイ。